ジョセフ・バート・デイビージョセフ・バート・デイビーは、イギリスの植物学者、農学者である、ダービー・シャー州のフィンガーンに生まれた。ウェスト・ヨークシャーのイルクリーで学んだ後、1891年に、王立植物園の技師補となるが、すぐに、カリフォルニア大学の植物学部で研究するために、アメリカ合衆国に渡った。カリフォルニア大学では農学を学び、 1896年から1901年の間、カリフォルニア農業試験所で働いた。カリフォルニア大学教授のジェプソンの著書、Aflora of Westan Middle California, カリフォルニア中西部の植物1901年の一部を執筆した。1903年の初めから、南アフリカのトランスバールで働くようになりに、トランスバールの植物を集め、1913年に、 退職するまでに、標本の点数は1万4000に上った。1989年に、後に、南アフリカ国立生物多様性研究所となる、研究機関の所長に任じら、栽培植物の導入と、品種改良に貢献した。1919年に、イギリスに帰国し、旧ーガーデンに戻り、エーマニュアル・オブ・ザ・フラワー・リング・プランツ・アンド、 ファーンズ・オブ・ザ・トランス・ボール・ウィズ・スワジ・ランドの執筆をはじめ、1926年に第一巻、1932年に第二巻が出版された。図は、妻のアリス・ボルトン・デイビーが描いた。1925年に、ケンブリッジ大学から博士号を得た。ロバート・スコットとループが創立した、オックスフォード大学林学研究所の最初の学芸員となり、講師も務め、 森林学の研究も言った。アカネカの植物の俗名、バートトデイビアやアローデイビアナ、アケーシャデビ、ハイビスカスバートデビ、フィークスバートデビなど多くの植物の種に懸命されている。バートデイビーは植物の学名で命名者を示す場合に、ジョセフバートデイビーを示すのに使われる。ありがとうございます。